この動画はアルティームとオクトパートの提供でお送りします。突然なんですけども、一見チャンネルの視聴者はですね、三十代後半から四十代のおじさまたちが多いです。で、ここからは私の勝手な想像なんですけども。 そういったおじさまたちはですねおそらく家庭を持っていてで子供がですねおそらく1人か2人いる、まあ、そんな家庭を築いていることかと思いますで今日はですねそういったキッズたちにですね夏休みの自由研究のネタを提供するえそんな動画ですで今日のネタはですね静電気のウィムズハースト誘導起電機それを作る動画になりますそれでは早速作っていきましょう まずは静電気を発生させるための円盤を作りますこの円盤なんですけども絶縁物でできていないといけませんですので今回は CD を使います CD のこのピカピカ光っているのがあるんですけどこれ電気を通してしまって絶縁できないのでこれを剥がしていく必要がありますだめだすげえ時間かかるな こんな感じでガムテープでやると一気に剥がれますしあとはヤスリでやった場合と比べてすごく綺麗になってますねで次はこの剥がした CD に電極を貼っていきます電極の大きさがどれくらいだとかあとは電極の個数がどれくらいがいいとかそういったのは調べても見つからなかったので適当に作りますま失敗したら後で直します電極なんですけどもアルミテープを使いますアルミテープと型紙を動かないようにセロテープで固定します まあ簡単な作業でですすねただだ切るだけです次はパワーポイントで書いたやつを印刷してこの CD のですねちょうど真ん中ぐらいに置きます動かないようにテープで留めてそしてアルミテープをずれないように貼っていきます次は100円ショップで買ったボビンを先ほど作った CD の中央の部分にくっつけます あとで割り箸をですね、こういうふうに通すんですけどその時に回転させるためのものですとりあえず円盤が1枚できましたこれと同じものをもう1枚作りますはい円盤2枚目作りましたここまできたら何か適当な板を用意してちなみにこれはダイソーで買いました そしてダイソーで買ったペットボトルのドリンクの空きのペットボトルをこういうふうに置いてでそこにですねダイソーで買った割り箸のこういうふういふに先ほど作った円盤のところに通してこういうふうに置いていきますそしてダイソーでも売っているホットボンドで割り箸をね固定しますペットボトルの下も同じように固定します 次にこれまたダイソーで購入したハンガーを加工して回る部分の支えをですね作りますちなみに今日使った部品なんですけどもほとんどダイソーで手に入るものです手に入らないのはビスと銅線とあとは裸銅線それだけ3つだけですペットボトルが入るような適当な形にハンガーを形成してそしてホットボンドで固定します このペットボトルの表面にはガムテープを巻いてあります。あとで輪ゴムを引っ掛けるんですが、その時の滑り止めです。輪ゴムをかけます。この輪ゴムをボトルに引っ掛けていくわけですけども、一つはですね普通に通して、でもう一つはですねえっと一回ねじってからボトルに通します。えそうしますとこの CD を回そうとすると。 それぞれぞがですね反対方向にに回るようになりますこれがですねウィムズ・ハーストマシンで非常に重要な動作になります次にニュートラライザーを作ります円盤の上の胴体に電荷が出てくるんですがその電荷を移動させるためのものですニュートラライザー日本語でなんていうのかはよくわかりません調べても出てきませんでした ニュートラライザーに導線をハンダ付けします。これはですね、円盤の上の導体にですね、接触するブラシの役割をします。こんな感じでいい具合に接触するようにしましょう。ニュートラライザーはこのように2つの導体に同時に接触するように角度を調整します。正面と裏面の円盤がありますが、ちょうど対角線上になるようにニュートラライザーを配置します。 次に雷電瓶を作りますこれはキャパシターの役割ですね電荷をためますえこちらの容器も100円ショップで買ったプラスチック製の容器を使います絶縁物でなければなりません金属製の容器は使えません容器の内側と外側にそれぞれアルミテープを貼りますこれでキャパシターの役割になるわけです雷電瓶は2つ作りますで雷電瓶の蓋の部分にですね穴を開けてネジを固定します 蓋の内側に銅線も一緒につけておきますそして雷電瓶の内側の導体にその導線をくっつけます電気的に接続されている状態になっています雷電瓶は固定します雷電瓶の外側の導体がありますがその導体は2つとも短絡しておきますこのように導線を使って短絡しました でこういうふうに回すと静電気が出てくるわけなんですけどもその静電気を集めてでそしてこの雷電瓶に溜める機構を作りますま導線1本でできます雷電瓶ののネジのところに固定すするだけですねこれは雷電瓶の内側の胴体につながっているわけですからこのようにして電荷を蓄積貯めることができます2つの雷電瓶に同じことをやります 円盤でできた静電気を集める終電部分はこのように作ります上から見るとこんな感じです導線にさらに導線を巻きつけて終電部分を作っていますこの時に円盤の胴体には触れないようにしますこういうふうに終電部分ができてそれがですね、2つの雷電瓶に行くようになっていますでこの2つの雷電瓶から出ている線をですね、少し 近づけて放電しやすい距離にしますこれで完成ですあとは回せば放電が始まるはずです あまりうまく動いていなくてですね放電しませんもしかしたらこの円盤の部分ですねこれのですねこのアルミニウムの配置であったりあとは数がですねもしかしたら少ないかもしれないので少し作り直してみますこの雷電瓶の接続であったりあとはニュートラライザーの接触の具合ですねちゃんと2つとも接触していますしその反対側も接触してます であとは終電部分についても円盤についている電極には接触しないようにちゃんと調整しているんですけどもなぜか動きませんここはちょっと思い切ってですねあの電極の数をかなり増やした円盤を作ってみました前のやつは電極8個だったんですけども新しいやつは電極を16個に増やしました2倍ですで放電の具合どうなるでしょうか試してみます こういうふうに放電しているわけなんですけども放電はですね約 1000V で 1mm 飛ぶと言われています今回ですとこのギャップ放電のギャップの長さなんですけど大体 3mm から 4mm くらいといったところですですので放電の電圧は 3kV から 4kV くらいになっているかと思いますただ実際にはですね銅線のこういった尖ったところであったり 表面が均一ではないので電解が集中して放電電圧は少し低くなっているかもしれませんちなみに感電した時の感覚なんですけどもあの圧電素子を使って静電気を発生させるあのバチバチするおもちゃがあると思いますがそれをですね5倍から10倍くらい強くしたくらいの感覚で感電します腕もですねここら辺まで刺激がきます ちなみに実験するときはですねスマートフォンとかそういった電子機器をですね体から離して実験することをお勧めしますもしかしたら壊れるかもしれません、まあ、静電気を溜めているときなんですけども、えー、消毒液みたいな匂いがします、まあ、これはおそらくオゾンの匂いだと思うんですけどもどこかでコロナ放電が起きているかもしれません、まあ、気休め程度にしかならないとは思いますがこういった尖ったところに ピンポンポ玉にアルミホイルを巻いたものをですね刺しておくとえ尖ったところの電解の集中がなくなりますので気休め程度の、えー、そういったコロナ放電はなくなるかもしれませんそういった微小な放電がなくなるのでより電荷がたまる速度が速くなるのではないかと思いますちなみにですねこういうふうに反対側も同じようにつけますでなんで静電気ができるかなんですけどもキーワードは静電誘導です CD の上に金属板を何枚か貼っているわけですけどもそこにですね電荷の偏りみたいなのが発生します、まあ、そこから始まりますまず最初にこの金属板の一つがですねプラスかマイナスに帯電している必要がありますでもし帯電していない場合はですね外部からこういうふうに下敷きをですねちょっと静電気で出して え、こういうふうに偏りをですね、生ませる、えー、そこから始まります例えばなんですけどもここの電極をマイナスに帯電したとします静電誘導ですので反対側の円盤についている導体の表面にはマイナスの電荷が出てきます今映っている導体の裏面の表面部分にはプラスの電荷が出てきますこの胴体全体で見ると電気的には中性の状態ですただ胴体の表面だけを見るとプラスマイナスに帯電しています ここで正面の CD に戻ります CD は回転しているわけですが例えばこのくらい回転したとしましょう裏面も同じように回転します正面の円盤と裏面の円盤の動体は重なっていない状態ですそうしますと静電誘導する動体が裏面の円盤にはついていないわけですから電荷はですね誘導されませんもしかしたら両隣の円盤に少し誘導されるかもしれませんがそういったことまで考えると極端に難しくなるのでやりません 正面の円盤と裏面の円盤をさらに回転させます裏面の円盤の胴体が裏面のニュートラライザーに接触するところを考えます静電誘導によって奥にある円盤の表面にはマイナスの電荷が出てきます今ニュートラライザーに2つの胴体が接触していますですので静電誘導によって出てきたマイナスの電荷はニュートラライザーを通してもう一方の胴体に移動します では電荷が移動する元になっていた胴体はどうなるのかマイナスの電荷がなくなったわけですから電気的にはプラスに帯電します裏面の円盤で電荷の移動が終わった後また正面の円盤に戻っていきます正面の円盤と裏面の円盤をさらに回転させます銅の棒で作った終電部分に差し掛かった電荷はどうなるかこれはですね先ほど作った雷電瓶にどんどん蓄積されていきます 反対側の円盤も同じように回転しますニュートラライザーで移動した電荷がです、ね、終電部に差し掛かるとこの電荷は裏側の円盤も当然回転していくわけですが正面の円盤のニュートラライザーに差し掛かったところでどうなるか静電誘導によって正面の CD の胴体の表面にはプラスの電荷が出てきます。 ちょっと説明を飛ばした箇所があるんですけどもこのニュートラライザーに接続されたもう一方の胴体の表面にはマイナスの電荷が出ていますプラスの電荷は移動しませんのでマイナスの電荷が移動しますそうしますと今見えているニュートラライザーに接触している胴体はマイナスに帯電しますそうしますとこれは一番最初の状態に戻るわけですね正面の円盤の胴体にマイナスの電荷を与えた時と同じ状態ですこのよううにしてウィムズハースという動機電機は まあ静電気を作り出すわけですちなみにですねさっき出てきたプラスの電荷は終電器のところでどういうふうになるかというと雷電瓶の方からですねマイナスの電荷を引き寄せるようになりますそうしますと今見えている右側の雷電瓶の内側の導体は電気的にはプラスの状態になっています右側の雷電瓶はプラス左側の雷電瓶はマイナスそしてですね絶縁破壊電圧を超えると雷電瓶の間で放電します ま導線と丸い胴体を指していますがその間で放電するわけですねというわけで今日はウィムズハースト誘導起電機を作ったわけなんですけどもこれはですね今回は試作品という立ち位置にしていますで今回作ったのはですね放電がですねやはり 5mm くらいしか飛ばないんですねでこれはですねやはり作り方の問題であったり構造的な問題が多いと思いますでウィムズハーストマシンのですねこういった 本みたいのがあるんですけどもこれ全部英語で書いてあるやつなんですけどもこれをですね参考にして次回はですねもっと大きな放電を出せるやつを作りたいと思います放電を最低でも 10cm くらいは飛ばせるようなものを作ってみたいと思いますそれでは動画を終わる前に今日のスポンサーのアルティウムの紹介ですあのいつもだったらアルティウムを紹介するんですけど今日紹介するのはオクトパートですね でオクトパートは何かっていうと電子部品のサーチエンジンですねまあオクトパートを使うとですね電子部品を検索してでそれでですね部品表を作りますその部品をですねワンクリックで全部注文できてしまうそういった非常に便利なサービスですなんでアルティウムの動画なのにオクトパートの宣伝するかってまあ皆さん気になると思うんですけども実はですねオクトパートはですねアルティムに買収されてで今はアルティウムの子会社っていうふうになっています まあそういった話は置いておいて実際にオクトパートを使うとこんな感じですちなみに概要欄にリンクありますので皆さんぜひ使ってみてくださいこれがオクトパートのトップなんですけどもとりあえず部品を検索しますか簡単紙レギュレーター7805いろいろな7805があるわけなんですけどもこれにしますこの画面に移動するわけなんですけどもディストリビューターあとは価格の履歴そして CAD モデルなんかもいろいろダウンロードできるようになっています でここの下に行くとデータシートであったりあとは定格なんかが書いてありますねオクトパートの一番の目玉なんですけど部品表を作ってでその部品表をです、ね、一括で注文する機能ですねこの Add toBOM をです、ね、クリックするとできます前の画面でも a d d toBOM ですね Bill ofMaterial のところをクリックすると部品表に追加できます追加した部品を見るためには右上の BOM ツールを開きますそうしますと先ほど保存した部品をです、ね、開くことができます でオクトパートの一番いい点がですね、この部品の一括注文だと思います。いろいろな部品のディストリビューターがあるんですけども、そこでですね、一括で注文できますと。で、ディストリビューターはですね、こんな感じで選ぶこともできます。この場合だと、ディジキーかマウザーのどちらかで一括で注文できるんですけども、ディジキーの方だとですね、部品の最低発注数が1万になっているものがあります。ですから今回はマウザーを使おうというふうになるわけです。 ここで b イ y n o w を押すとディストリビューターのサイトに飛んで,でそしてもう買い物カゴの中に全部部品が入っている状態になるわけですねまあちょっとかっこよく言うとですねこういったツールを使ってサプライチェーンマネジメントを簡単にしましょうそういった話です 実際これ使ってみると結構便利なんですねま部品表の管理って結構めんどくさいんですけどもまあ割とですね簡単に使えてでしかもワンクリックで部品を注文できるっていうのがまあやはり一番優れているで当然ですね部品の在庫とかリアルタイムで更新されていますのでまあそこら辺も使いやすい点かと思いますまあワンクリックで注文できるっていうのがまあこれはなかなか使いやすいですね えちなみにですね他の無料の回路キャドを使っている人もオクトパート無料で使えますのでぜひ試してみてくださいえそれではオクトパートの紹介でした今回作ったウィムズハーストマシンなんですけどもこの回転する円盤のところに金属の電極を貼り付けているわけなんですけどもどうやらこのです、ね、ウィムズハーストマシンの本を見てみるとですねこの電極を貼らなくてもどうやら なんか放電静電気を貯めることが可能って書いてあるので次回はですね。電極を張っていないタイプのものを作ってみたいと思います。まあ、どうやら電極を張っているとですね。この電極の距離とか、まあ、そういったものによって放電可能な電圧の上限が決まってしまうようなんですね。まあ、でも考えてみればそうですよね。 このちょっと電極が尖っていたりするとそういったところに電解が集中して隣の電極になんか連鎖的に放電してしまうような気がしますですので次回作ぜひ楽しみにしていてくださいまあ、夏休み期間中に作ろうかとは思ってますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から